さて、3回かくれんぼ、プレイしていきます。ふわぁ、暇だな。今日は、のんびり過ごすか。ボイス、流れてるか。そう。一応フルボイスらしいですね、本作。ねえ、かくれんぼしようよ。遅れてない？誰だ？いや、ワンクリック分遅れてくんのやめようぜ。卑怯だろ。しかも、BGM に盛大に負けてるし。ちょっと待ってな。音量バランス、ないと。なるほどね。こいつはもどかしいぜ。車内、まあ、続行しますか。私と、かくれんぼしようっていうのが、ワンクリック後に出ますね。多分出てる。どうしよう。選択肢。かくれんぼを、やりましょうと。上位ナースと。これは、断るのがすごい提供っぽい位置にあるんだよね。一応最初は断っておきましょうか。断る。そうなんだ。じゃあね。すると、私の意識はなくなった。何も始まんないんでかくれんぼしますけど、これ文章どうやって読もうかな。さすがにワンクリック分遅れてくるのは予想外だったんだよ。かくれんぼしますけど。わかった。かくれんぼするよ。わかった。かくれんぼするよ。よかった。断ってたら、恐ろしいことになってたかもね。うん、もう身に覚えがありますね。よかった。断ってたら、若干声高くしてんだよね。この緑の服の、この子かどうかわかんないけど、多分下半身もないし、テケテケ的な回だと思うんだが、断らなくてよかった。下手に反感を買う行動は、控えた方が良さそうだ。では、かくれんぼするよ。今からかくれんぼが始まります。かくれんぼで少女に見つかると、バッドエンド。です。バーッと。どこに隠れよう。一応モノローグも出てくるんだね。とりあえずこれで選択と散ると、コウモリ的なエンドになるわけで、ソファーのある部屋、テレビのある部屋、台所と階段、ふわっとしてんなぁ。とりあえずどこに行くかが、まず階段は隠れらんないよね。台所も収納とかに入ればと思うんだけど、ゴキがいそうだから、そこはちょっと嫌だよね。ソファーのある部屋か、テレビ、どっちもリビングじゃねえか。ギリソファーのある方が隠れられそうな気がするんだが、どこにもタンスとか棚とかなさそうなんだよな。じゃあソファーで。ソファーのある部屋に隠れた。いや、近い。ギャー。ソファーのある部屋の、ソファーの後ろに隠れるとかじゃなくて、部屋自体に入っただけなんだよね。隠れる気あるのかしら。あと、カットしたと思うんですけど、ダメ元で階段と台所行きました。案の定見つかりました。なので、テレビのある部屋？ちょっとイメージしづらいんですけど、テレビ以外何があるんだろうね。タンスとかあれば嬉しいんだけど。結構ある。ここにもソファーあるやんけ。テレビのある部屋に隠れた。ここで見つかったらさすがにもう罪なんですけど、なんとかやり過ごしたようだ。1回目のかくれんぼ、クリア。3回かくれんぼなんで3回連続成功かな。いや、近い。1回目は、私の負けだね。すげえ圧かけてくるんだけど。2回目のかくれんぼだよ。さて、どこに隠れましょうか。ごめんなさいね、もう完全にボイスを無視してるんだ。職員、ここどこなん？いきなり学校っぽくなったんだけど、職員室、教室1、廊下、下駄箱のところ？これはもう下駄箱のところしかないでしょ。やや選択肢離れてるし。下駄箱のところに隠れた。嘘でしょ ?2 回目のか、いや、こんな開けたとこどこ隠れたの？かくれんぼの中にスッて収納された？まあ、近い。2回目もダメか。3回目のかくれんぼ、はじめ。なんだここは。あ、洋館的なとこ来たね。左のベッドルームと右のベッドルームなのかな？上のベッドルームかもしれないし、下のベッドルームかもしれないし。一番上もだいぶちょっとふわっとしてんな。で、リビングルームと階段ルームですね。まあ、階段ルームしかないでしょ。階段に隠れた。隠れてないんだよな。階段に隠れた。なんとやり過ごさないで、見つけて、そも隠れてないから、かくれんぼしようぜ。なんとか。いや、近い。3回目のかくれんぼもダメか。3回かくれんぼしたから、元の世界に返してあげる。ああ、すっげえカエルの選択肢上の方なんだけど、ちょっと上にありすぎて嫌ですね。ここはちょっと、まあ、108回ぐらい連続かくれんぼしよっか。帰らない。なんで？選んどいてなんだが。じゃあ、また、かくれんぼしよう。じゃあ、また、かくれんぼしよう。これ本当に階段だけが正解だったみたい。ベッドルームとかリビング行ったらやられたわ。わかった。元の世界に返すよ。わかった。元の世界に戻すよ。こういう約束事を自分で言ってくるタイプの怪異って、約束ほんと守るよね。元の世界に戻った。これでまた平和だ。私は安心した。平和だ。私は